ねえ、そうそう、じゃ選挙ってもうすぐだよね。投票しに行く？え、投票って大事なのかな。わかんないな。僕の一票で何か変わる？若者ってあまり投票に行かないって聞いたことがあるな。10代や20代は特に。なんでなんだろう。もっと手軽に情報を知ることができればいいんだけど。一票が大切。私たちにも未来を決める力を持っている。ねねねね、候補者ってどうやって選ぶの？この前授業で先生言ってたよね。はい、言ってましたね。選挙権年齢は18歳になりました。若者にもより政治に参画してもらいたいという考えがあるからです。政治に参画といっても難しいけど、社会の動きに関心を持つといったらどうかな。自分の生活や地域などの身近な問題に目を向けると、それが社会全体の問題だったりもするからね。例えば私たちが払っている税金を政党はどのように使おうとしているか、しっかりした人に決めてもらいたいよね。先生、選挙ってどうやって候補者を選んだらいいんですか？それは候補者を選ぶために情報を収集することが大切です。候補者の政策、信念、これまでの取り組みを調べ、自分が共感できる人を選ぶのが良いでしょう。私、今度の選挙、自分で候補者を選びたいと思う。僕も。でも、どうやって候補者を選ぶのが一番効果的なのかな。選挙ポスターに顔写真とかキャッチコピーとか書いてあるよ。他にも、インターネットで情報を探してみればいいんじゃない？そうだ、インターネットや SNS を活用して情報を集めるのがいいかも。なるほど。政党のウェブサイトやソーシャルメディアも活用できるよ。これ、インターネットで選挙候補も見られるみたいだよ。役立ちそう。でもこれだけでは判断しにくいよな。そんな時は基準。基準？そう、例えば経済や外交、教育、福祉とか興味のあるポイントと比較するとか、自分なりの選ぶ基準を決めてみればいいんじゃないの？自分なりの基準か。なるほど。まずは今の政治をニュースとかで調べてみよっと。そうね、まずは関心を持つこと。なるほど。投票って本当に未来を決める力があるの？そうだよ。政治の決定に影響を与える一環として私たちの声は大切なんだ。今までの選挙でも一票が大きな影響を与えたことがあるらしい。へえ、本当に？それってどんな選挙だったの？うん、一票差で候補者が決まったこともあるし、同票の時はくじ引きで決めるんだって。そうなんだ。私たちの一票が大切ってことなんだね。うん、僕たち若者が積極的に投票に行くことで、若者の関心が政治に反映されて重要な政策が実現することもあるんだね。一回だけでなく選挙後の動向を見守っていき、継続して投票することも大切。確かにね。一票が未来を決める力だよ。投票に行こう。よし、投票するぞ。私たちの声を届けるためにも投票が大切。うん、みんな行こう。よし、行こう。若者たちの参加が未来を決める鍵になる。さあみんな、自分の力で未来を決めるんだ。